昔から、すごく運が悪かった。私が参加する遠足はいつも雨。てるてる坊主を作っても、全然ダメで。新しく買ってもらった帽子が、風で飛ばされてなくなったり、お気に入りの靴も、車に泥をかけられて真っ黒になっちゃったり。私が頑張っても、どうにもならないことがたくさんあって、それで少し嫌になっちゃって。でも、そんな時、テレビで一人のアイドルを、はるかちゃんを見たんだ。ずる休みしちゃった。本当はダメだけど、でもやっぱり行きたくないな。きっと私がバトンを落としちゃったからみんな怒ってるよね。いつもこうなっちゃう。頑張っても頑張っても悪いことばっかり。私が頑張ってもダメなのかな。ずーっと悪いことしかないのかな。みんなこんにちは、アズランの桐谷はるかです。あれ？お母さん、テレビつけっぱなしで行っちゃったのかな？今日は、私の初めてのソロ曲を歌います。緊張しますが、頑張ってみんなに元気を届けるので、よろしくお願いします。アイドル？でも、私と同い年くらい。キラしてて素敵。聞いてくれてありがとうございました。私も練習したらあんな風に歌ってダンスできるようになれるのかな。あ、でも私が頑張ってもどうせ。今日がいい日じゃなくても明日はいい日になるかもしれないって思えるように。え？私はアイドルとしてみんなに希望をあげたいってそう思っています。だからこれからも明日を頑張る希望を届けるアイドルでいられるように頑張ります。今日がいい日じゃなくても明日はきっといい日に。そうなのかな。諦めないで頑張ればきっといつかいい日が来るのかな。うん、やっぱり学校行こう。リレーのこともみんなに謝ってまた頑張ろう。なんだろう、あの一言でたくさん元気をもらえた気がする。桐谷はるかちゃんか。書類審査通りますように。よし、ちゃんとポストに投函したし、あとは結果を待つだけって。もうこんな時間、急がないと遅刻しちゃう。しないな。今日はもう練習終わりに。ダメ、こんなところで諦めちゃ。はるかちゃんはきっともっと大変な練習してるはずだもん。明日はいい日になるって信じて頑張ったらオーディションだってきっと。よし、もっともっと頑張らないと。頑張って、それで絶対にはるかちゃんみたいなアイドルになる。スマホが急に光った気が。アンタイトル？こんな曲ダウンロードしてたっけ？何？
ここはどこ？私さっきまで屋上にいたはずなのに、どうしてステージなんかに？これってもしかしなくても夢だよね。でもこのステージアイドルのライブみたいだな。どれも可愛い。私もいつかこんなステージでライブができたらいいな。それではるかちゃんと共演できたりなんて。こんにちは、みのべちゃん。え？誰？あなたはみくちゃん？私の犬よ。世界へようこそ、みのりちゃん。りんちゃんまで？やっぱり夢だよね。みくちゃんとりんちゃんと話せるわけないし。ここは世界だからね、みのりちゃん。え？世界？そう、みのりちゃんとみんなが思い出せた世界。この世界でね、私たちはみのりちゃんたちに本当の思いを見つけてもらいたいんだ。うん、本当の思いを見つけるとその思いから歌が生まれるから。本当の思い？歌？待って、何を言ってるのか全然わかんないよ。そう？でもみのりちゃんはもう本当の思いを見つけてるみたいだし、まあいいか。私の本当の思い？それって何？アイドルになりたいって夢はあるけど、それのこと？どうだろう。でもその思いは忘れないでいてほしいな。きっと他のみんなはみのりちゃんみたいな思いを忘れかけちゃっているから。え？それってどういう？ああ、そろそろライブが始まっちゃう。みのりちゃん、またね。みのりちゃんたちが同じ思いを持っている限り、きっとまた世界で会えるから。そうそう、私とみくちゃんも応援するからね。え？待って、私寝てた？ああ、まさか屋上で寝ちゃうなんて。疲れてたのかな。なんだか変な夢を見てた気がするけど、もういっか、練習の続きしないと。先生、提出する書類はこれでいいでしょうか？はい、もう決めたので、アイドルはやめるって。よし、ちょっと休憩もできたし、失敗してたステップ次こそできるようにならなくちゃ。もっともっと頑張って、絶対絶対はるかちゃんみたいなアイドルになるぞ。